これが水晶洞。なんかすげえところだってばよ。でも、もたもたしてらんねえな。よし、先を急ぐってばよ。動いてるってばよ。なんだこいつら。どうやらやるしかねえみてえだな。これからは注意して進んだ方がいいみたいだな。よっと。
ところまで何をしに来たの？お前を連れ戻しに来た。何度も言わせないで。私には私の道がある。父ちゃんとか母ちゃんとかが心配してる。みんながお前のことを心配してるってばよ。勝手なこと言わないで。何？私のお父さんはもうずっと前にいなくなった。それに私のお母さんは私のお母さんはもうすぐいなくなる。ちょっと待てってばよ。母ちゃんがいなくなるってどういう意味だよ。とりあえずこいつらを倒さねえとなんねえみてえだな。
時間を食っちまった。Thank you.
待てって言ってんだろ。お兄ちゃん、どこまでついてくるつもり？お前を連れ戻すまでだ。無駄なのに。なんでそこまで意地になってるんだよ。そんなに知りてえのかよ。さっきまだ母ちゃんがいるって言ったよな。だったらそばにいてやんなくていいのかよ。お前の母ちゃんってば絶対心配してるってばよ。せ、ん、何も知らないくせに。私のこと何も知らないくせに偉そうなこと言わないで。どういうことだ。おい、どういうことなんだよ。
何者だってばよ、お前は。生贄の邪魔をするな。あの枝を真剣に見つめて、何やってんだ。ダメ、これじゃ。おい、ついてこないで。待て、生贄になるなんてやめろ。生贄にならなくても村を助ける方法があるはずだってばよ。私は生贄になろうなんて考えてない。え？アンさん、だから待てって。壁、螺旋岩ですぐにぶっ壊してやる。螺旋岩。そうだ、俺は今度こそ絶対に止めるって決めたんだ。だからこんなとこで止まってるわけにはいかねえ。諦めてたまるか。術が光って、これってば確か。最終的に修行が終わった合図として術は赤く光るようになっておる。赤く光ったらわしのところへ来い。その術を解いてやるからの。赤く光ってるってことは修行が終わったってことだな。
この数珠を取ってもらえば、こんな壁すぐにぶっ壊せるはずだ。よし、とにかくエロ仙人のところに戻るってばよ。あの子、この枝を見つめてたよな。ダメ、これじゃ。この枝、ついでにエロ仙人に見てもらった方がいいかもしんねえな。じゃねえぞ。すぐに戻ってくるからな。